注目のコース取りも始まっています。滋賀県民のソウルフードサラダパンがタイトルとなった企業杯 G3 鶴屋パン提供第9回みんな大好きサラダパン賞、いよいよ優勝戦です。前評判通りの豪華メンバーが揃って初日2日目のドリーム選手のうち5人が優勝戦に勝ち上がってまいりました。さあその注目のコースはまずインコース1号艇大阪松井しげるシリーズリーダーです。2コース2号艇愛知池田浩二、そして3コースにどうやら4号艇ディフェンディングチャンピオン東京石畑哲平1-4、少し引いて地元6号艇滋賀中村雄介です。残る2艇さらに後方引いて5コース角は3号艇の佐賀貞松勇樹か、大里6コースに5号艇東京浜根屋健吾か。松井、池田、浜野屋の SG タイトル合計27、そのビッグネームの3人が優勝戦で顔を合わせるのはおよそ15年ぶり。さらにディフェンディングチャンピオン石畑、注目のトップルーキー貞松、これを迎え撃つ地元中村も SG 覇者です。このレースから安定板を装着しています。外2艇から進入開始、進入コースインコースから1番2番4番6番ダッシュ3番5番ジュニエス優勝戦スタートしました。さ誰から来るか、外5コースから3番の貞松も伸びていく。貞松が一まくりを決めるのか、先頭を立ったのはどうやら3番の貞松、トップルーキー。しかし内寄りからは2番1番の池田、1番の松井もじわじわと迫ってくる。先頭はどうやら3番の貞松勇樹、その後2番手には2番の池田、3番手1番の松井、後続5番の浜野屋、4番の石畑、最後6番の中村で大胆マーク。スタートは正常でした。これで単独先頭が3番の貞松勇樹、2番手2番の池田浩二、3番手1番の松井しげるです。3-2と内枠の3艇が上位を形成しています。まもなく2周第13マークです。独走を固めつつある3番貞松勇樹、これを追ってはまだ2番の池田、1番の松井、この両者が2番手、それか今2番1番定冠が迫ってまいりました。一定心半ほどの差。後続の船も5番4番5番の浜根は4番石渡もまだ競り合って、最後6番の中村雄介、2集団にターンマークです。シャープな旋回で3番の貞松、その後2番の池田がまたリードを取って3番手1番の松井で間もなく最終周回に入ります。スタート良かったのはやはり5コースの角となった3番の貞松幸です。コース取りが注目されました。チルトも 1.5 度いたしまして、その外からのレースに備えていた感もあります。3-1スタートを決めた3番の貞松です。今年はこれで5回目の輸出初優勝、そして G3 初輸出初優勝です。これまで G2 での輸出がありました。 G3 は初輸出初優勝となりそう。3-1となります。まもなくゴールです。注目のトップルーキーが先頭で帰ってまいりました。3号艇貞松幸先頭でグリーン優勝、2番手2番池田、3番手1番の松井、5番の浜根、4番石渡、最後6番の中村雄介がゴールいたしました。以上最終ジュニエス優勝戦でした。この後はウィーニングラン、そして選手表彰式もございます。